それでは早速20位から発表。表現力はやっぱり間違いなくすごいなというか一流だなというふうには感じます。力強さの中にも流れるようなパフォーマンスだったりミスできない中でねしっかり結果残せたっていう素晴らしさは感動しましたよね。もうザ・パーフェクトじゃないですか。羽生結弦選手ですね、はい、羽生結弦男子フィギュア66年ぶりオリンピック連覇。ここで来ちゃうの20位なんだ。4歳からフィギュアスケートを始めタイトルを狙っていきたいなと、はい、ソチオリンピックでは19歳という若さでアジア男子初の金メダル。先月突如結婚を発表し話題になった言わずと知れたフィギュア界のスーパースター。プロアスリートだからこそ分かる羽生の凄さとは。フィギュアスケートは特にその選手の入れ替わりというかすごく旬な時間が短い競技でもあるので、実はフィギュア選手の多くが若くして競技を引退。世代交代が激しく実績ある選手でもオリンピックの連覇を成し遂げていないのだ。新しい選手によってやっぱ主流も変わるんですよね。演技の技術的な進化もあるし、フィギュアスケートでオリンピックに2回出るだけでも本当大変なんですけども、連覇するって本当になかなかできないだろう今後もっていうようなものかなとは思いますね。本当だよね。そんな中羽生は見事偉業を達成。4回転サルコー4回転サルコー決まりました。完全ホームだったもんねこの時。4回転サルコー、うん、トリプルトーループ美しい。いいじゃんねこの子ね。かっこいい。もう確信だもんね。トリハルだったもん。これで20位なんだよね。何が出てくるのさ。この日本代表がすごい。続いて